ドーオン・トレスは、イギリス海軍の軽巡洋艦。d 級、旬行時のドーオン・トレスと姉妹艦のドラゴン。1917年1月3日寄港。1918年4月10日浸水。同年11月26日旬行。バルト海へ派遣され、ついで西インド諸島、大西洋艦隊、地中海、アメリカ、西インド艦隊と移った。 1920年代に7 6トル広角砲2門が撤去され、1 0 2トル広角砲が単装砲がで3基が搭載された。1928年7月2日、ハリファックス沖で座礁。修理後もアメリカ、西インド艦隊に属し、それから南アメリカへ移動。次に、 地中海に移った後1935年から1939年まで予備役となった。最終駅後は南大西洋艦区の第9巡洋艦船隊に属し、船団護衛を行う。1939年9月には中国艦隊に移されてシンガポールへ移動し、1941年3月にはマレー軍に移った。 同年6月15日、シンガポール沖で、軽巡洋艦エメラルドと衝突。1942年になると、イギリスに戻って、回収を受け、3月に、2センチメートル機関砲が、単装砲がで発機が搭載され、新たに273型レーダーと290レーダーが搭載された。それから、東洋艦隊に加わった。 1943年4月 20.2cm 広角砲2門を撤去して 4cm 4連装ポンポン砲2機を搭載した。同年5月にイギリスに戻り、以降は練習艦となった。1946年解体。ありがとうございます。